なるほど。 YouTube をやるときはまずテーマを決める。どんなのを撮るか。こんな、そうか、簡単じゃないか。こんな、ちょっと話、あんたいつまでそんな黒歴史みたいなことやってんの。つらめえてや。俺はな、お前らと違って学校なんか行かなくても YouTuber やってお金稼いで学校に行ってるやつらを見返してやるんや。あんた、そんなんでいいと思ってるの？こないだお母さん、あんたのチャンネル見に行ったら登録者数2人じゃない。それもお友達のかすみちゃんとたけしくん。そんなんでやっていけると思ってるの？陰キャでしょ、あなた。そんなんやんでもええやん。じゃあどうしたらいい？なあ！それならあなた、YouTuber やめてインテグラーになりなさい。なんか、家にチラシ入ってたわよ。インテグラー？なんだこれ、めちゃくちゃかっこいい響きじゃないか。母さん、俺インテグラーになるよ。そうよ、あなたは真面目なインテグラーになりなさい。母さん応援してるわ。とりあえずよくわからないけど行くしかない。こっちかな、こっちかな。株式会社ファンクション、ここだ。こんにちは。おお、よく来たな。話待っとったぞ。失礼します。話よ。この世の中にはある一つの変数 X を与えると、ただ一つの変数 Y を与える写像の一種、関数というものが存在しておる。話や、お前のためにファンクションモンスター、いわゆるファンモンを3体用意した。ここにそれぞれのファンクションボールの中に1匹ずつ入っておる。話よ、お前どれか1匹持っていくとよい。最初のファンモンか、これは重要だぞ。よし、行くぞ。行け、ファンクションボール。やっ、ファンクションボール。あ、ファンクションボール。わあ、話よ、お前のためにここに3匹のファンモンを用意した。動きが滑らかなサインシータ。次に X2 乗、積分定数 C。 この3匹の関数ファンクションモンスターの中から1匹のファンモンを選ぶがよい。くそ、迷うな。積分定数 C。 おい、おい、反応してくれたよ。俺と一緒に頑張ってくれるか。本当か。よし、俺は積分定数 C、 お前と一緒に旅に出る。おお、話よ、貴様は非常に見る目がある。この積分定数 C をもって真のインテグラーになるのじゃぞ。さあ、よし、じゃあ俺と冒険の旅に出発だ。この先を進むと名門の森よ。この先は危ないからこれを持って行きなさい。なんだこの森は。ファンモンの匂いがプンプンしやがる。お前は野生の X。 クソ、行け、積分定数 C。 シュン。よし、積分定数 C、 あいつに 10P をやるんだ。僕のターン、45のパンチ。よし、積分定数 C、 微分マシンガンだ。うわ、
そんなんチーター。いや。やったー、勝ったぞ。やったな。積分定数 C。 おい、お前なんか喋れよ。お前どうしたんだよ。何か様子がおかしい。すごいぞ積分定数 C。 お前次数が1上がって 2X になったのか。 2X だったらもうちょっと傾き上だぞ。あざす。あー今日もいい天気だな。深さの新一日の始まりだぜ。キュピーン。積分なんてクソくらえよ。行け、俺のファンモン 2X。 ほんま行け、私のファンモン X2乗マイナス 6X プラス 8。 よし、2X 前を向く。行け、今週のおすすめ逆数。やばい、こいつ逆数になって直線から曲線になっちまったよ。ヘロヘロだー。だがしかし俺のターン、ミュウツーの逆数。これによって 2x 分の1は元の 2x に戻る。何？もう一回逆数。俺のターン、判別付き D。 なるほど、こいつは実数回を2回持つんだな。ターンエンドだ。ちょっと焦っちゃったけど、これで終わりよ。何？サイクロイド。 2X 2X 大丈夫か 2X。 おい、なんとか言えよ。くそ、ダメだ、負けちゃったよ。今回は私の勝ちね。くそ、負けちゃったよ。約束のものよこしなさい。50円でもないんで、ちょっと205円でこれで勘弁してください。まあいいわ、今日は勘弁してあげる。またここで待ってるわ。はい、ありがとうございます。もう二度と来ません。ありがとうございます。よしよし、行くぞ。くっそー、あいつらやりやがったな。ここが番線か。よし、もうすぐ番線だから、もうちょっと頑張れよ。ここだ。あ、すいません、僕の 2X を直してください。ここが分からへんねんな。すいません、僕の 2X が重症なんです。直してください。ここが分からへんねんな。これは理系の受験生ご用達の数学重要問題集ってことは、ファイさん、これを使ってください。お、これ数学重要問題集、数学 123AB かっこ理系かっこ閉じの答えやん。これ探してたのよ。来たね、これ。これで勝てる。すいません、そんなことより僕の 2X を直してください。ああ、そういうことだったのか。お安いご用だよ。ここに寝転がせて。わかりました。すいません、こいつゼロになっちゃったんですけど、治りますか？確かに完全にゼロになっちゃってるな。結構無理した感じ？いや、ちょっと、前転を。ちょっとまだ早かったかな。じゃあ、能井君、レッス。はい、終わり。おまけでプラス1しといたから。あ、 2X プラス1。よし、 2X プラス1出発だ。よいしょ。それじゃあ、ありがとうございました。
いやー元気になってよかったな。あ、そうだ、これを記念に一旦レポート書こうな。これでいつでもまた元通りになれるから。このレポートを一旦まさきに提出するか。よいしょ。あ、あった、まさきのバインダーだ。これに、よいしょ、よし、OK、これでまさきに無事送信完了だ。着いた。これが電眼山。よくぞ来た。お前は誰だ。私は伝説のファンモン E の X 城だ。何、伝説のファンモン。俺はもう物語でそんなに進めてしまったのか。行け、ミエックスプラス1。私のターン、エフェクト発動、両門の風。ミエックスプラス1、微分マシンガンだ。聞かぬわ。何？ E の X 上は何回微分しても E の X 上、私は無敵なのだ。くそ、そうだったのか。私のターン、これで最後だ。なんだお前は。お前はあの時の。僕は野生の X じゃない。僕は名門私立高校卒業の X なんだ。そうだったのか。E の X ジョン、俺は今さっきの戦闘で瀕死状態。ここで俺とお前が席になったらどうなると思う。まさか。そうだ、俺とお前がここで合体すればお前の HP がゼロだが、それ終わったらお前は取り込まれちまう。そうだな、でも最後ぐらいドヤ顔で終わらせてくれ。それじゃあ行くぜ、必殺かけダンス。アナシさん、あの A の X 上捕まえるかもしれませんよ。あ、確かに。よし、モンスターノートいけあ、誰だ。なんやかんやと言われたら解いてやるのが世の定理。ケアレスミスを防ぐため、受験生を守るため、点と直線 L を貫く、コーチ・シュワルツの敵役ノエシ、もちろんドーカス。くそ、デルタ団、こんな時に。でもこっちにはもう使えるパンモンが残っていない。僕に任せて。その声は X。 そう、僕は今こいつの中から語りかけてるんだ。瀕死状態だけど、どうやら一発なら必殺技が打てそうなんだ。何？そんなのありかよ。逆にMugen Tenkyou!
お疲れ様です。はい、参加する。